2回目ってこともあってどこも盛り上がってるわね。今日のステージで気になっていたところは全部見れたと思うけど、ってあら、あそこにいるのって春菜だわ。なんだか困ってるような。春菜、一人？椿さん、あの、ミユさんを見かけませんでしたか？ミユ？見てないけど、どうしたの？実は姿が見えなくて。連絡したら？あ、って、そっか、スマホ持ってないんだったわね。もう高校生なんだし、他の子だったらあまり気にならないのだけど、ミユなのよね。ただ迷子になってるだけだったらいいのよ。でもあの子人がいいし、何か変なことに巻き込まれでもしてたら。分かった、私も探すわ。え、よろしいんですか？一人より二人の方がいいでしょ。あなたのことも放っておけないし。ありがとうございます、とても心強いです。私さっきまでメインステージを見てたんだけど、ミユはいなかったわ。まだ探してない場所はある？屋台エリアがまだでして、これから行こうかと。そう、じゃあ行きましょうか。そういえば会場を歩いている時、ロンドの皆さんの評判を耳にしました。そうなの？はい、ロンドの世界観には他にはない圧倒的な魅力があると。その魅力は皆さんの表現力、技術力が素晴らしいからだと思いますわ。椿さんの歌声、渚さんのギター、ヒーローさんの演出、そして何より葵さんの DJ としての腕前は、同じ DJ としてひたすら憧れます。クールで完璧なプレイスタイルの DJ という印象の強い葵さんですが、いざ曲が始まれば驚くほどに情熱的で、その表現力は多彩で素晴らしく。そうね、葵ってそういうところあるかも。初めて拝見した時、私とても感動いたしました。あれだけ素晴らしいプレイをする方なのに、怒った様子もなく DJ として勉強中の私にもとても優しくしていただいて。葵って優しいわよね。本当に憧れております。それで、あの椿さん、もしよければ葵さんのことを教えていただけませんか？え？あ、葵のことを？ぶしつけなことを聞いているのは100も承知なのですが、ロンドとしてステージに立っている葵さんではなく、普段の様子も聞かせていただければと。椿さんは葵さんととても仲が良いですし。私と葵が？そうは言ってもそんなに変わらないわよ。別にステージでも普段でも、葵は葵っていうか、いつも余裕あるっていうか。でも夜更かししてヒーローに注意されてるのはよく見るかも。まあ、葵さんでもそんなことがあるのですね。葵って本当に DJ が好きなのよね。曲や瀬取りを作るのに夢中になって、気づいたら朝になっちゃうんですって。そうなのですね。寝不足が顔に出にくいみたいなんだけど、その代わり言動が尻滅裂になるのよね。この間もいきなり「お団子買い忘れた」とか言い出して、もうびっくりしちゃった。お団子ですか？お好きなのですか？多分ね。でもその後すぐ自分でもおかしなこと言ったって気づいたみたいで、真っ赤になってたわ。それでまたヒールに「ちゃんと寝なきゃダメでしょ」って怒られて。そんな状態でもね、
ブースに入って練習が始まると途端に顔つきが変わるの。そういうところがすごく。すごく？なんでもない。私ったら何言ってるのよ。春菜が興味深そうに聞いてくるし、普段葵のことを話す機会もないからつい。しかもさすが葵さんですわ。どんな状態でも瞬時に集中できるだなんて、私も見習わなければ。今の話を聞いて、春菜ったらますます葵のこと気になってるみたいだし。あら、何やら騒がしくなってきましたわね。一体。ミユさんがいましたわ。一緒にいらっしゃるのはダリアさんでしょうか。ともかく私行ってきます。椿さん、一緒に探してくださってありがとうございました。それでは。え、ま、行っちゃった。まあ、ミユが見つかってよかった。ダリアが一緒なのも安心だわ。でも、はあ、私ったら何してるんだろう。何が？声をかけようと思ったんだけど、春菜さんと楽しそうだったから。何の話をしてたの？なんでもない。